フィリップ・ボーラーは、ドイツ国の政治家。国家社会主義ドイツ労働者党の幹部。ナチ党総統官房長。バイエルン王国陸軍省の長官、エミール・ボーラー大佐の息子として、バイエルン王国首都ミュンヘンに生まれる。ボーラー家は祖,祖父の時代から、代々軍人の家庭であった。ミュンヘンの小学校を卒業した後、1909年から1912年に、 かけて、ミュンヘンのマクシミリアンギムナジウムに通う。1912年から1916年にかけて、ミュンヘンのバイエルン士官学校に入学した。バイエルン第一砲兵連隊に入隊し、第一次世界大戦に出生した。1917年に、西部戦線で両足を激しく負傷。以降ドイツの敗戦まで病院で療養していた。 対戦中に勝位まで昇進し、二級鉄十字章と戦勝章黒章を受章した。戦後、1919年から1920年にかけ、ミュンヘン大学にて哲学と文学を学んだ。1920年から1921年10月にかけて、ミュンヘンにあるモータースポーツに関する出版社に勤務した。 1921年11月に、ナチ党を機関紙フェルキッシャーベオバハターの販売員となり、1922年7月に、ナチ党に入党。1923年11月のミュンヘン一期にも、参加した。一期は失敗し、党は一時解散したが、ナチ党再建後の1925年2月27日に、再入党し、 党員番号12を与えられる。1925年3月から1934年11月にかけて、ナチ党の当事務局長となる。1933年3月ドイツ国会選挙に、選挙区18区からナチ党候補として出馬して当選。1933年4月20日に、新英隊名誉指導者として、新英隊に入隊し、 新英隊中将の階級が与えられた。後、1936年1月30日には、新英隊大将に昇進することとなる。1933年6月2日には、党の全国指導者の一人に列した。1934年8月から10月までの短期間だが、ミュンヘン警察の長官ともなった。この後、総統官邸に配属され、 1934年11月には、これまでの当事務局朝食に代わって、ナチ党総統官房長の地位を与えられた。1936年1月には、国家社会主義ドイツ文学のための研究会議長を兼務。総統官房朝食も、国家社会主義ドイツ文学のための研究会議朝食も、 国会議員の職も第二次世界大戦の末期まで保持した。1939年に運編。帽子を脱いでいる人物がフィリップ・ボーラー。前列の白い制服姿の人物はロベルト・ライ。第二次世界大戦が開戦した後の1939年10月に、ボーラーはカール・ブラントと共に障害者や病人を安楽死させる計画。 T4 作戦の監督を任された。ボーラーは突撃隊上級大佐、ベルナー・ブランケンベルクや、新衛隊上級大佐、ビクトール・ブラックに実務を任せて1941年8月には、計画から去っていった。1940年5月からは、学校、教育問題全国事務局の局長に任じられた。 1942年6月から1943年にかけては東アフリカの統治のための人を送る東アフリカ特別官房局の局長となった。対戦末期の1945年4月23日にヘルマン・ゲーリングの反逆にハンス・ハイン・リヒラ・マースと共に関与したとされ、マルティン・ボルマンの命令によって新鋭隊員により、 ベルヒテスガーデンで逮捕された。アドルフ・ヒトラー自殺後に釈放されたが、1945年5月10日にアメリカ軍により逮捕され、ダッハウに近い場所に置かれていたアメリカ軍の捕虜、収容所に入れられ、5月19日にここで自殺した。1934年8月18日にヘレーナ・マイヤーと結婚していた。彼女は大変な美人であり、 相当鑑定で一番の美人と称された。ボーラー夫妻に子供はいなかった。ヘレーナは夫を心の底より愛していた。夫の自殺を知ると1945年5月末にフィッシャーホルンで飛び降り自殺して夫の後を追っている。ありがとうございます。